今日はありがとうございます。なんか自分の顔に、そういうものを施すということがもう初めての経験だったんですけど、なんか不思議な気分でした。ただあの出来上がりを見るとやっぱまあ全然違うんだなっていう、実感は、湧きました。ヒデさんのおっしゃる、ね、メイクとコミュニケーション、そんな関連性があるということも、すごく、勉強になりましたし、私の、ビジネスもある意味そういう営業も関わってくるんで、ちょっとあの今日習ったことは、これから、仕事でも活かしながら、やっていきたいなと、思います。ちょっと眉毛は継続的に練習していきます。今日はありがとうございました。